こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、ということで、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、サウナについて話そうと思います。皆さんはサウナに行きますか？それともあまり行きませんか？僕はですね、今までほとんど行ったことがなかったんですね。ですが、最近行ってとても良かったので、その話をしようと思います。先に簡単にサウナの説明をすると、サウナはフィンランドですね、フィンランドの国が発祥とされるようですね。フィンランドで始まったようです。石をこう積み上げたストーブを高温ですね、高い温度に加熱して、そこに水をかけて蒸気を発生させるという方法ですね。はい、それでこの室内、部屋の温度は60度から90度ぐらいになります。はい、でそのサウナに入るんですけど、大体の人はサウナに数分、何分か入った後に外に出て水風呂に入ったり、外の空気に触れて、ちょっと気持ちいいという気持ちになって、またサウナに入るということを、何回か繰り返すんですね。はい、ということです。で、これによって、体の中はアドレナリンがたくさん出ている、興奮状態ですね。ちょっとこう気持ちがこう興奮している、高まっているような状態なんですけど、体の外は、外の気温に触れているので、すごくこう暖かい状態と冷たい状態と両方があって、体はすごくリラックスするという、すごい特別な状態が生まれるんですね。でこれが、最近の日本では整うという状態だそうです。はい、これはちょっとウィキペディアで調べた情報なので、もし間違ってたらすみません。はい、なんですけど、サウナに行っている人はそのとても気持ちいい状態があるということは知っていると思います。そうですね、日常ではちょっとこう味わうことのない、なんて言うんでしょう、この脱力感、力が抜けた感じですね。はい、とか解放感、こうストレスがない、こう感情、気持ちがすごくこう解放ですね解き放たれてとかも、解き放たれるとかも言うんですけど、そういう解放感というか、そういう不思議な感覚があります。はい、それから僕個人的には肌がね、乾燥肌なんですよね、ドライスキンなんですね。あとアトピー性皮膚炎、アトピーもあります。なのでこの発汗、汗をかくということはとても大切なんですね。ですので、僕にとっては健康でいるための良い方法だと思います。こういう体も、気持ちもね、リフレッシュできるサウナですね。もし行ったことがない人はぜひ行ってみてください。めっちゃ気持ちいいですね。はい、めっちゃは関西弁ですね。とてもと同じ意味です。とても気持ちいいです。はい、はい、ということで今回は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。